広島をホームとするラグビーチームが対戦する広島ダービーで、1万人の観客動員を目指すプロジェクトがスタートしました。ラグビーリーグワン、ディビジョン3で戦う広島の2チーム、中国電力とマツダの直接対決は、白のユニフォームマツダが前半で3つのトライを決め、16点のリードで折り返します。広島をホームとするチーム同士が戦う広島ダービーを盛り上げようと、両チームは今シーズン直接対決する3試合で集客1万人を目指しており、初戦は2435人が声援を送りました。試合は後半3つ目のトライを奪った中国電力がコンバージョンキックも決め逆転に成功。1点差でライバルマツダをかわし、今シーズン初勝利を収めました。次の直接対決は来月25日です。